どうぞ、あの開けてみてください。あの開けて感触、実際触ってみてください。すごい。It's my name. Full name. タンタラタランタンタン。And it has the sakura flower in the keyhole. かわいいですね。So this is my English name, Jasmine Elizabeth Fluffy. Everyone now knows my full name. And then this is the kanji we decided that would represent my name. Jasmine. これもぜひ写してください。Here's our Love Japan logo. Love Japan. I think it's so cute. What's this? これは何ですか？漢字認定証。あ、漢字の名前。意味。Meaning. Meaning. Japanese stroke fortune. これはラブ、愛する、フォーチューン。日本でいう恋愛運、恋人を作るとか、家族を愛するとかの意味の。いい意味。例えば恋人と家族はラッキーですか？ラッキーです。この名前をつければ日本の画数でラッキー、ラッキーネームになる。わお。そう、日本で、いくつかフォーチュンがありますか？あ、日本はうちのマイシステムは、8フォーチュン。これはファミリー？違う。あ、これはラブ。ラブ。でもファミリーも含まれるラブ。オッケー。すごい。初めて。そう、日本来た時いつも私の名前漢字で書いたいけど無理と思った。他のフォーチュンを希望する場合、例えば仕事運をやりたい場合は他のネームが出てくる。その場合は他のネームをつけてあげます。もし仕事運がをアップさせたいっていうことだったら他の漢字ネームがまたある。Really? I can change? チェンジできる。チェンジできる。何回でもチェンジできる。本当に？本当に？生活でいつか名前がありました？はい。生活？あ、僕？あ、僕の名前？そう。僕の名前は。僕の親が、両親がつけた名前。ただ、これが僕の今のビジネスネームだけど、本当の名前じゃない。これも僕もビジネスが、ラッキーネーム。え、知らなかった。すごい。本当の名前があって、ビジネスネームある人が日本はたくさんいる。たくさんいる。うわぁ。まさひろって名前なんですけど、全然違います。全然漢字は違う。違う。そのことは知らなかった。英語はそういうことがないでしょ。ないです。日本の漢字は一つ一つ意味がある。それで実際の形、ツリーだったら木、形、実際の木のツリーの形から生まれてる。すごい。だから一つ一つ漢字に意味がある。これはパールね、真珠、真珠という字にのに使う字です。パールだから光り輝く、これから未来が光り輝くっていう意味が含まれます。 So my three kanji meanings are arrive, pearl and sleep. All three have good meanings. Thank you. はい、はい、あ、ごめんなさい、ハンコップぜひ。本当にハンコ先、プレゼントですか？プレゼント。ハンコももらいました。すごい、めっちゃ綺麗。これは木ですか？ウッド。木、ウッド。将棋ってなんていうんですか英語で。ああ、ボードゲームみたいな。ボードゲーム。ボードゲームに使うツリー。同じですか？同じツリー。うわ、将棋はやったことない。すごい丈夫。タフ。タフなツリー。すごい。めっちゃ綺麗。これもジャスミン。ジャパニーズ毛筆アーティストが考えて。友達ですか？友達が。わあ、本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。本当に無理と思った。いっぱいいろんなとこに押してください。OK。あのいろんなとこに押せば押すほどラッキーがアップする。本当に。日本聞いた時はハンコを作りました。けどファーフィー
はカタカナで作った漢字で できる知らなかった。ああそれは何ですか。これはあの入れ物です。入れてください、ここに。すごい綺麗。ここにあ押してみますか。あ、オッケー、やってみよう、うんうん、じゃあここに朱肉、はい、赤いところにグッとつけて、グッと押して、押して、わあ、このケースはめっちゃ綺麗、うん、すごい綺麗。ジャパニーズモチーフ、あの、うん、見える昔の。綺麗。ダンダダダンダ。わあ。本当に嬉しい、ありがとうございます。すごい。うん、私の前です。わあ。ちょっと待って。もっと日本人になります。喜んでこれって嬉しいです、僕も、うん、いっぱい外国お客様いますか。外国の人もたくさんいるけど、うん、日本のお客様も多くて、うん、今は外国の人日本に来ないから、うん、ほとんどが日本のお客さんです、うん、今は。あ、外国人の名前英語とかから日本語作りますは楽しいですか。楽しいです、うん、あのいろいろ、うん、あのいろんな国からもう全世界、うん、あのワールドワイドで注文あのオーダーが来ます、うん、インターネットで。インターネットで、うん、日本外国の人はこういうの好きそうですか。本当に、あ、多分友達は日本来るときこれはプレゼントか、うん、友達を家族にお土産、うんうんうん、人気ですと思う、うん、あの日本のカタカナとかで書く、うん、カタカナとかだけの印鑑、うん、スタンプはいろんなとこにあるけども漢字の名前にして印鑑を作るのはそんなにたくさんお店ないです。私どもはあの少ないです、私このうちみたいなところは、うん、まあ、ちょっとこんな機会なんですけど、いわゆるもう本当にだからもうこういう鉄板の状態からもうこういうのを切って、切った直後はすごい汚いです、鉄で。これを磨いてあのピカピカの状態にしてします。これを切り終わったらこういう形になりますんで、裏もすごいバリがいっぱい出てます。あのすごいいっぱい 手を切るぐらいのバリが出てますけど、これを全部仕上げて最終的にああいうピカピカの状態に できた直後はこんな感じです。ちょっと手汚いんでこれ持ってますか。あったかいですか。ちょっとだけ OK。 あー、うん、これを仕上げてピカピカの状態にします。あー、I see, I see。 面白い。レーザーでですか。レーザー、うん、そう、コンピューターからそうイメージで、うん、データをインプットして、うん、機械がインプットして、うん、動く。まあ、そこに漢字が形成された段階でやっぱ日本の文化風習みたいなものがやっぱりこういろいろ変化をもたらして漢字になってるんで、漢字を知るってことはすなわち日本の文化風習だとか日本人の考え方感じ方を知るということにもつながるっていう部分もあるので、そういうところを外国人の方に分かってもらえればよりまあ漢字からもっと日本に興味を湧くようなまあきっかけ作りになったりとかいうことができるんじゃないかっていうところは感じてますね、はい。これは何ですか。なんですか、いろんなアクセサリー、ジャパニーズアクセサリー、うん、ペットタグ、うんうんうん、で日本の祭り、うん、フェスティバル、あのフェスティバル祭りの人がつけるやつなんていうんですか、フェスティバルタグ、フェスティバル祭り、日本のワッショイワッショイ、みこしと、フェスティバルネームタグ、うん、元タグ、うん、いや、めっちゃおしゃれ、うん、ジャパニーズのこれは お祭りの人がここにつけたりする。私のロックでこれは使ってもいい。あ、いいですよ。ロッカー、ま、ロッカー。あー、オッケーオッケー、作りますよ、そしたら。このぐらいの大きさで。あ、これはすごい、なんていう、ディテールが多い。うんうん、結構複雑。綺麗綺麗。うん、プレゼントします。本当に、はい、ありがとうございます絶対使う、使ってくださいぜひ。本当に本当に楽しかった、もういっぱい学びました、どうもありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you、Thank you very much、 Bye スタッフファンディング挑戦中です。
私たちは日本が大好きで住み始めました。言葉が通じない。私たちにも本当に親切でした。コロナ禍で大変な状況、今度は私たちがオンラインしする番です。日本の魅力を発信したい。秘められた日本の宝を守りたい。大好きな日本をもっと元気にしたい。クラウドファンディング挑戦中です。